ですね、うん、東京都中野区にお住まいのラジオネームおよねこさんから。はい、ありがとうございます。普段は普通に話している父親が、うんうん、メールになると、うん、おねえ言葉になる。あー何それ、何それ、想像して 今から帰るわよ、うん、そうって帰るわよ、あなたなんとかなのかしらみたいなことになっちゃうってことでしょ。あなた今日学校かしらみたいな。なんで、なんで口調まで変わってしまうの。いつもはでも違うのよ。お前なんとか。あ、しろよ。どういうことなんだろう。それはすごい。不可解な。なんかで意図があるのかな、それに。なんだろうね。癖なのかな。でも悲しい。だと本性出ちゃうみたいな。え、やだやだやだ、悲しすぎるよ、そんなの。それだったら素の状態もするでしょ。もう忘れよう。忘れよう。しやすいです。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとう。大丈夫大丈夫、いいよいいよ、気づかなかったことにしよう。よし、綺麗になくなりました。はい、よかったよかった。